繰り返し起こすということについて、まあ、こういうきちっとした対策をしていただくということで、よろしいんじゃないかとは思いますけれども、一応これを受けるという、この判断でよろしいかどうかということについて、皆さん、各委員の合意を得なきゃいけませんので、よろしいでしょうか。何かご意見ありますか。いいでしょうか。はい、副委員どうぞ。漏洩そのものは、まあ、委員長が言われたように、まあ、軽微なもので、でこの事象そのものに関して言うと、その非管理区域における漏洩というのは、まあ、この当該事業者に限らず、いくつか見られているけれども、今回の件でいうと、割と一般的なものは、要するに調達管理の上の問題であって、でたまたま今回、結果は軽微であったけれども、こういった汚染なり漏洩を起こさないために、まあ、その QA の一環として調達管理の重要性を改めて、示唆していることとなっていると思いますので、まあ、事業者の品質保証活動に対してきちっとした監視をしていただきたいと思います。はい、それじゃあよろしくお願い、他の委員はよろしいですか。それじゃあこれでこういうことで決定させていただきます。次の議題は現職規制委員会国民保護計画についてです。これはいわゆる武力攻撃事態法に基づき、関係行政機関がそれぞれ国民保護計画を作成することになっていることを受け、規制委員会としても定める必要があるものです。金子防災課長からご説明をお願いします。はい、それでは現職防災課長の金子です。ご説明をさせていただきます。資料の 2-1 に概要を書きました紙を、資料の 2-2 に国民保護計画の案という形でその本体を配布をさせていただいております。今委員長からもご紹介がありましたように、外国からの攻撃あるいはテロの発生、こういったようなものを念頭に、我が国では武力攻撃事態対処法というその行為そのものにどう対処していくかというものと、そういう事態から国民をどう守るかという意味での国民保護法、まあ、2つの法律がセットの体系になってございます。この国民保護法の方で各行政機関が国民を守るためのいろいろな活動について計画を策定することを求めております。その規定に基づきまして、今回原子力規制委員会の国民保護計画を策定をするという案を作成したものでございます。でこれは本来ですと規制委員会発足の際にですね、できていてもいいものなのでございますけれども、資料 2-1 の一番下にスケジュールが書いてございますが、この計画は国が定める基本指針に沿って作ると、その基準に基づいて作るということになっておりまして、この指針の実は改定が若干作業が遅れてございました。今3月の下旬頃の予定で閣議決定ができる予定だということでございますので、それに合わせて指針ができましたらすぐにでもこの規制委員会の国民保護計画が運用できるようにということで、この段階で用意をしてお諮りをするということになっているものでございます。計画の内容そのものは基本的には規制委員会がこのような事態が起きるあるいは起きる恐れがあるという状況において、どういう組織体制を整備しなければならないか、あるいは関係機関との連携体制を作るか、それから中央および現地それぞれで要員をどのように配置をしていくのかといったような、まあ、体制の整備の話、それから6規制法にもございますけれども、そういった緊急の事態がこう迫っているというようなことが予測される場合には、稼働でありますとか操業の停止といったようなことを命令するというような規定がこちらの法体系にも実は用意をされてございますので、そういった権限をどのように行使をしていくかというようなこともこの計画の中に盛り込む形となっております。それから国民を守るという行動の観点で申し上げますと、住民の避難あるいは生活物資の支援といったような救援の話、それから事態の情報収集とその国民への情報提供、こういったことをどのように責任を持って規制委員会がやっていくかということを計画の中に記させていただくようなもので、大きな枠組みを示すものになってございます。実際に原子力災害が起きる、またその恐れがあるという場合には、すでに災害発生に
を念頭に置いた、国のマニュアルでありますとか規制委員会の行動の内規でありますとかこういったものができておりますので、これに沿って実際の動きというものはすることになります。その、大きな枠組みを示すものがこの計画というような位置づけになっております。で、今後は訓練の実施などを、規制委員会あるいは国の関係機関を含めてやっていくことになりますけれども、原子力災害一般ということだけではなくて、こういった武力攻撃事態といったような状況も念頭に置いた訓練想定をするなどしまして、具体的な対処のあり方というものを詰めていかなければならないということだと思います。で、その新たにやらなければいけないこと、改善しなければいけないことは、先ほど申し上げました国や規制庁のマニュアルとか内規などでさらに明確にしていくというような随時の改良をしていくということになろうかと思っております。私から説明は以上です。はい、ありがとうございます。今のような事情でこれを委員会としてこの内容を決定しなければいけないんですが、ご意見等ございましたらお願いします。はい、受けたいんどうぞ。この法律のカバーするというか対象ではないのだろうとは思うんですけども、まあ、ですからこれ質問ですけども、我が国に寄港する原子力艦船が寄港中に武力攻撃を受けた時にの対処というのはどこかで定められているのか、でまたその時にもそれが原子力艦船である以上は、放射性物質の漏洩であるとかというものが予想されるので、おのずと原子力規制委員会の役割というものがあろうかと思うんですが、それは別の仕組みがあるんですか。はい、特に、米国の原子力艦船につきましては、例えば原子力災害対策特別措置法の対象にもなってございません。それから国民保護法上も、それを念頭に置いたようなことは考えておりませんけれども、一方で原子力艦船で、災害が発生する、あるいはそれが武力攻撃を受けるといったような場合に、放射性物質が出るということを想定した対処は、実は取りまとめは今内閣府防災が担当になってございます。で、外務省なり防衛省が情報収集をしながら対処すると。ただ、実際に住民の避難でありますとか防護対策を考える上では、原子力規制委員会からの技術的な支援が当然必要になりますので、ここは国のマニュアルなんかもですね、実は私どもが用意をしているそのマニュアルに沿って対処するようにというような形で仕組みが作られておりますので、そこの中で実際に行動する対処の中身という意味では同じことになろうかと思いますけれども、窓口としては今申し上げました内閣府の防災担当が中心になって今やるという仕組みに、が用意をされております。ありがとうございました。要するに窓口が違うということになるんだろうと思いますが、実際に災害が起きた時というのの行動というのは指揮系統であるとかその行動の行動計画であるとかそういったものはその国内の原子力施設の災害と変わらない体制が取られるだろうと、そういうことでいい。はい、法律上の位置づけはございませんけれども、実質的に同じような体制を組んで対処をしていくという形になると想定しています。具体的なイメージはなかなか浮かびにくいですけれども、実際にそういう事態が生じたときはやっぱり規制委員会、規制庁としても全面的にご協力させていただくということになろうかと思います。他にございますでしょうか。かなり細々書いてありますけれども、これ一応これは委員会として今日ここでこの案として決定していただいて、次に閣議の方でそれをおそらくしていただくということになりますね。それでそういう理解で、はい、閣議決定がありましたら今日の内容でよろしければすぐ施行させていただいて効果を発揮させるという運びに、はい、考えてございます。で、特にご意見なければこれで一応決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。長官の方からも何かありますか。今防災課長から申し上げた通りでございまして、閣議において指針が決定した後この計画として、
発動する、施行されるということでございますので、本日ご決定いただいたのをいただければというふうに考えております。はい、よろしくお願いします。それでは、この議題はこれで決定させていただきたいと思います。次の議題が、原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備政関係政令の整備政令についてです。これはこの4月に文部科学省から、事務の移管があることに伴いまして、関係する政令を整備するものであります。説明は金指課長補佐からお願いします。はい、総務課の課長補佐をしております金指でございます。よろしくお願い申し上げます。資料3に沿ってご説明をさせていただければというふうに思っております。ただいま委員長の方からご紹介ございましたけれども、資料3の上の方に趣旨という形で四角に囲われている部分の1行目からございますけれども、本年4月1日に文部科学省からですね、補償措置とそれから放射線障害防止に関する事務が原子力規制委員会に移管されるということになってございまして、それに伴うさまざまな組織的なことに関する関係の政令を整備するというものでございます。で、主なポイントということで枠囲いの下から書いてございます。内容については極めて形式的なものが多ございますけれども、まず1点目でございますが、改正を要する政令の数につきましてはそちらに1から9まで書いてございます。9本となってございます。で、主な概要につきまして日報通から書いてございますけれども、例えば括弧1番にございます路基法の関係でございますと、主務大臣が当然文部科学大臣から原子力規制委員会ということに変わりますので、各法律にもの中で主務大臣主務省令というものが規定をされてございますけれども、そちらが従前文部科学大臣あるいは文部科学省令というものであったものが原子力規制委員会あるいは原子力規制委員会規則というものに改定をされるものでございます。からページをめくりをいただきまして2ページ目でございますけれども、同じく路基法の関係で主なものといたしましては、これは補償措置の関係でございますけれども、事業者から主務大臣たる文部科学大臣が届け出を受けまして、それの内容を必要に応じて関係の行政機関に通報するという法律上の仕組みがございますけれども、この点も届け出を受ける主体が文部科学大臣から規制委員会に変わるというようなことがございますので、そういったその大臣の変更に伴う通報手続きというものに関する整備を行うということでございます。で、括弧2番 RI 法につきましても先ほどの路基法の一番最初の中身と同じでございまして、主務大臣の変更あるいは主務省令の規定の変更というものを行っているものでございます。から過去3番特会法の関係の施行令につきましてでございますが、特会法につきましても従前文部科学省が所管をしておりました放射線障害の防止あるいは放射能水準の把握モニタリングでございますけれども、モニタリングさらには補償措置に関する事務移管というものに伴いまして、事務が移管されることに伴いまして、所管大臣の所掌区分というものも文部科学大臣から、こちらは予算の話でございますので環境大臣に所掌が変わるというようなことでございます。それから括弧4番でございますけれども、当庁原子力規制庁の組織令についても一部改正がございまして、今般括弧4番の説明書きの2行目から具体的にはというふうに書いてございますけれども、文部科学省の方から放射線対策課が原子力規制委員会に移管をされまして、合わせて補償措置業務を統合しまして、原子力規制庁に放射線対策補償措置課というものを新設をすることを予定をしておりございます。で、課の数につきましては、極めて組織的な話でございますけれども、政令の中で課の数が規定をされてございますので、従前6というふうに規定をされていたものが7というふうに1件増加をするという改定を行うものでございます。で、括弧5番につきましては、今までご説明をさせていただきました所掌事務につきまして、文部科学省から削除をする必要がございますので、そういったその文科省の所掌事務の削除というものを行うというものでございます。で、その他、括弧6番に書いてございますけれども、上の番号がずれるとか、項の番号がずれるとか、そういう
極めて技術的な修正も合わせて行っているというような内容でございます。で、合わせまして、組織的なことについて、若干のご報告をさせていただければというふうに思っておりますけれども、文部科学省からの組織業務の移管に伴いまして、まず移管される組織として、規制庁の方では先ほどご説明をさせていただきましたように、4月1日に放射線対策保障措置課というものが創設をされまして、その下に RI とそれから保障措置というものを担当するそれぞれ2室を設ける予定になってございます。で、合わせまして、当然職員も移管をされるということになっておりまして、役所の言葉でいうところの定員というものが移管をされることになってございますけれども、事務の移管に伴う定員につきましても58名移管をされるということになってございますので、まあ、事務的な話でございますけれども、それぞれ引っ越し面も含めまして、事務が円滑に引き継げるように事務方としてはきちんと対応していきたいというふうに考えてございます。ご報告は以上でございます。はい、ありがとうございます。内容的にはかなり事務的なことがことですけれども、一応これをこの委員会で決定して、まあ、役所言葉で言うと閣議正義っていうんだそうですが、閣議の議論に付すということになりますので、ご意見等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。具体的なその仕事の中身については、また移管してからいろいろご議論いただくこともあろうかと思いますが、これはいや手続き的なことですので、それではこれで決定させていただきたいと思います。ありがとうございます。で、次に原子力規制委員会の取り組みの公表についてです。これは参議本委員会が発足にあたりまして、参議院の付帯決議として、震災が起きた3月11日に当委員会のこれまでの取り組み状況を公表しなさいということになっておりまして、その報告案であります。報告案であります。説明は熊倉企画官からお願いいたします。はい、政策評価広聴広報課企画官の熊倉でございます。資料4に沿ってご説明いたします。今委員長からお話ありましたように、昨年原子力規制委員会の設置法が国会で成立した際に、参議院の方で付帯決議がいくつかされております。で、その中でですね、資料にありますように、毎年3月11日に全国の原子力発電所の安全性の総点検、原子力防災体制の確認、政府の原子力規制に関する取り組み、こういったものについて公表を行って、二度と事故を起こすことのないよう自らの取り組みを見直す機会とすることというふうな内容になっております。で、これを受けまして、今年3月11日来週に、別点にあります、規制委員会の取り組みの概要というものを委員会ホームページで、公表したいと考えております。内容につきましては下に骨子がございますけれども、9月19日の発足から今日に至るまでの取り組みの内容を全体で26ページにまとめたものでございます。大きく3つに分かれてまして、1番目が原子力施設の安全確保に向けた取り組み、2番目が危機管理体制の整備および事故時の影響緩和のための取り組み、3番目が原子力規制行政に対する信頼の確保に向けた取り組みということではございます。で、1番目につきましては、重大事故を起こしました、東京電力福島第一原子力発電所の安全確保、それから今行われてます安全基準の見直しの作業状況、それからこれも今行われてます敷地内破砕帯の調査評価の状況、それから全国の原子力施設の安全性の点検ということで、法に基づきます定期検査とか、保安検査の結果について、記述をしております。それから2番目につきましては、原子力防災会議の設置など、災害対策の体制整備についての状況、それから原子力災害対策指針につきまして、まあ、2月27日改定まで至りましたが、それについて、記述をしております。それから規制委員会の緊急時対応の取り組みということで、初動対応マニュアルを作ったことである
とか、防災訓練を実施していることについて、記述をしています。それから環境モニタリング、核物質防護についてもそれぞれ、これまで取り組んできた内容を記述しております。それから3番目につきましては、横断的な取り組みになりますけれども、このように会議を公開して、透明性、中立性を確保しているような取り組み、それから研修を行うなど、人材の育成を図っているということ、それから、二国間の安全協力の取り決めを締結したとか、国際アドバイザーの委嘱を行ったとか、国際連携についてこれまで取り組んでいる内容について記述をしております。で、あと参考資料として、規制委員会のこれまでの開催状況、主な決定事項、それから先ほど申し上げました全国の原子力発電所の点検結果について各施設ごとにですね、何月何日に保安検査を行った等と記述をしております。それから運転状況であるとか防災体制のポンチ絵などもお付けさせていただいております。私の方から以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。内容はかなり細かいことですけれども、基本的にはみんなファクトベース加工に行ったことがまとめられていると、はい、私が拝見した限りではそうなっておりますが、ご意見と何か付け加えることとかありましたらご意見をお願いしたいと思います。はい、おしまい。はい、全体これでいいと思いますが、この冒頭、取り組みの概要の冒頭に組織理念を、委員会の組織理念を決定したという記述が入ってますが、資料の方にこれくっつけてありますか、組織理念全体、まあ、これは1ページものですけどもね、つけてない、はい、今これにはつけておりませんけれども。あ、そうですか。ただしですね、ちょっと一つ申し遅れましたけれども、これとは別にですね、設置法に基づいて、年次報告というのを国会に対してすることになっておりまして、その際にはこれよりもう少し内容を厚めに具体的にしてですね、今お話のあったものも含めてまた再度取りまとめたいと考えております。それでよろしいですか。はい、じゃあそれを配慮していただくようにお願いします。それじゃあよろしいですか。はい、じゃあこれで決定して報告をお願い、公表をお願いしたいと思います。次の議題は福島第一原発事故に関連する健康管理の在り方についての提言案です。これは前回の委員会での審議を踏まえて、中村委員のご尽力をいただきまして、私もだいぶ参加させていただいて案としてまとめさせていただいたものです。資料に後ろの方に一枚紙ついておりますけれども、有識者グループの総括のベースと現在行われている県民健康管理調査等を踏まえて今後どういうふうなことをすべきかということをまとめさせていただいたものであります。内容はの説明は、室井市監視情報課長の方からお願いしたいと思います。それでは監視情報課長室井氏でございますが、説明をさせていただきます。先週の規制委員会で議論の総括と提言の方向性についてご説明をいたしまして、委員の皆様からご意見をいただいております。またその後委員の皆様からご意見を聴取いたしまして、主として田中委員長からのご意見を中心としていただいた内容について、私がワープロを叩くという役割をいたしまして文章化いたしましたものが今回の資料の 5-1 の提言案でございます。それから資料の 5-2 はその概要ということになっております。左が現在行われている県民健康管理調査等を表しておるわけでございます。政府の中で一番関わりが深いという役所はどこかということになると、
環境省ということになろうかと思いますけれども、まあ、本来環境省自身はその民原因企業のはっきりしているその環境に起因する健康管理というのを、まあ、従来より水俣病代表例としてまあ行ってきておるというものでございますが、まあ、もっぱら環境省が関与が深いという県民健康管理調査等でございます。それではあの資料1、いやすいません、資料の5の1の説明をさせていただきます。東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連する健康の管理の在り方についての提言案、平成25年3月6日原子力規制委員会で、まずあの初めにでございますけれども、最初の段落で、まあ、この東電のこの事故に伴って、まあ、被爆を余儀なくされているという事実を書かせていただいております。次にこのためということで、まあ、すでにあの福島再生特措法に基づいて、まあ、県による健康管理調査が行われていること、またいわゆる子ども被災者支援法に基づいて国がまあ健康管理に責任を持つことということが明示されております。次の段落で、現在行われている県民健康管理調査というのは、まあ、基本となる被爆線量の把握がまあ一部にとどまっていると。でまあ、放射線による発がんリスクの増加というのは100ミリ以下では明らかな増加を証明することは難しいと、まあ、国際的な合意が得られているではありますが、まあ、被災住民は継続的に受ける被曝がもたらす健康上の不安を抱えながら日々の生活を送っていらっしゃるということです。次の段落の、まあ、3行目あたりぐらいからですが、まあ、今回の事故のように大規模な原子力災害が起こった場合にはいかなる防災対策を施しても公衆に対する一定の被爆をもたらすことはまあ避けられないということを想定しなければならない。で、新たに想定した災害対策指針も最悪の場合には一定の被爆が生じることを前提としたものであるというふうに書いております。したがって、まあ、適切に健康管理がなされているかどうかは、まあ、この新たな災害対策指針の実効性を判断するためのまあ指標でもあるということで、まあ、委員会として東京電力福島第一原発の被災者である住民の健康上の不安を解消し、まあ、安定した生活を実現するための健康管理のあり方について提言を行うというものでございます。めくっていただきまして、2番の健康管理のあり方ですが、まずその健康管理のあり方全体についてですけれども、今回の事故で公衆が受けている被爆線量では、まあ、敷居線量を超える被爆線量はまあ認められていないわけですけれども、またその初めにとまあダブっておりますが、100ミリシーベクトル以下の被爆線量では放射線による明らかな発がんリスクの増加を証明することは難しいというものですけれども、まあ、現時点では人のリスクを明らかにするには至ってないということを踏まえて、被災住民の健康管理は住民の健康状態を継続的に把握し、必要に応じて適切な医療が受けられるようにすべきであり、それらの結果を長期的に見守る必要があるというふうに書いております。括弧1の被爆線量の把握でございますが、事故後の外部被爆、長期的な外部被爆、内部被爆の3つに分けて書いております。また前書きとして、個々の住民の被爆線量を把握することは非常に重要であるということと、実効線量が大変重要であるということを強調しております。まず事故後の外部被爆ですが、まあ、実態が得られつつありますけれども、まあ、回答率は低いということで、行動調査等により推定が進められておりますけれども、これを速やかに徹底してできるだけ正確な個々人の線量推定をすべきであるというふうにしております。次いで、長期的な外部被爆ですが、今回の事故では、まあ、半減期の長い放射性セシウムで広範に環境が汚染されていると、で長期間放射線の影響を受け続けることになるので、個々人の被爆線量を積算個人線量計によって継続的に実測し、その記録を残すべきというふうにしてございます。それで先ほど紹介した実効線量ですけれども、複数の市町村で個々人の実効線量の測定結果では空間線量から推定を下回っていると、また同一地域に生活するものでもそれぞれ一人一人異なった被爆線量となることが知られているということで、したがって外部被爆線量というのは空間線量の比較的高い地域で一定の住民を対象に積算個人線量計を使って外部被爆線量を正確に把握するということ、つまりは実効線量を正確に把握するということが必要だというふうにしております。次に内部被爆線量の評価ですが、事故早期の放射性要素の吸入による恒常線の評価は重要です。これまでに実測値やモニタリング値を活用するなどしてさまざまな推測が行われていますが、こうしたデータを恒常線検査を評価する上でのデータとして整理すべきであるというふうにしております。またホールボディカウンターによる測定が実施されていますが、
これにより体内に摂取されたセシウムによる内部被曝線量は極めて微量であるということが確認されており、まあ、その測定結果の周知が住民の安心に寄与しているということを踏まえて、まあ、現在のような測定を継続していくことが望ましいというふうにしております。括弧2の甲状腺検査です。現在18歳までの県民36万人に甲状腺検査が行われております。平成26年3月までの検査では、福島県の検査で福島県のベースラインの把握を行った上で検査を行っていくこととなっていますが、これらの実測結果を定期的に評価しつつ、必要に応じた検診、エコー検査を実施するべきであるというふうにしております。括弧3の健康診査や心の健康等対策です。現在既存の検診を活用するなどした健康診査や心の健康と生活習慣に関する調査が実施されております。放射線が原因となる健康影響の発生は極めて小さいと考えられていますが、一方でその生活習慣の変化に伴う生活習慣病対策は大変重要です。今後とも福島県における検診の場、これは震災前からやっているような学校検診とか、あるいは特定検診のような既存の制度の場を活用して、例えば1年に1度の健康審査や健康相談の機会を通じて、これまでの予防対策をより充実していくべきであるというふうにしております。括弧4の疫学研究です。今後、特に低線量被曝に着目した健康影響にかかる疫学研究を進めていく必要があるというふうにしております。括弧5の放射線と健康についての知識の普及ですが、人の健康、特に発がんの原因についての理解を深め、合わせて健康管理の結果について周知することが不安を緩和するために大きな効果があるので、住民に対する啓発に積極的に取り組むべきというふうにしております。3番の実行体制です。事故にかかる健康管理は広範で長期にわたる、しかも大規模なものであるということで、国が責任を持つということで、県や市町村、地域の医師会や医療機関との連携協力のもとに住民の健康に責任を持てる持続性のある取り組みとすべきであるというふうにしております。なおこの下にアスタリスクをつけて、福島県医師会からのご意見を参考として掲載しております。こうした意見もあったというご紹介をいたしております。4番で福島県外を含む今後の健康管理の在り方です。県外を含む今後の健康管理の在り方として、健康管理は要するに科学的には行う必要があるということを強調しております。ただしこれまでの知見やデータからは福島県の内外で確定的影響は認められておらないなどの事実をつけております。5番で原子力防災における健康管理の位置づけですが、初めにのところでも記述しておりますが、今回の東京電力の原子力発電所の事故というのは、長期間にわたって放射線被曝状況が継続するというために、被災者住民の健康に対する懸念はもうやむことはないと、規制委員会では新たな災害対策指針を示しておりまして、地域の原子力防災計画が現在策定中という状態でございますが、本提言は原子力防災の最終段階に位置するものとなります。ですから地域住民の理解を得る上で、もう極めて意味があると言えるものだと思います。国関係行政機関には本提言の趣旨を十分踏まえた対応を早急に具体化することが求められるというものであります。以下参考として、福島県の健康管理の現状としてちょっと分厚めの資料でございますが付けさせていただいております。説明以上でございます。はい、よろしくお願いします。ご苦労様でした。これは当委員会としてこれで決定したいということで案をお作りしましたので、率直にご意見をお願いしたいと思います。中村委員お願いします。検討チームの会合のこの健康管理のあり方の検討チームの会合の席でも述べましたけれども、健康管理はこの原子力災害、福島原発事故の災害で被災した方々のためにあるもので、その方々の不安を少しでも取り除くために健康管理が行われるべきであったんですが、いつの間にか健康管理が統一性を持たないまま行われ、かえって健康管理をすることで不信感が出たり不安感が出てきたというのが実情で、それを受けてこういう検討チームを立ち上げました。
で実際はこの健康管理にせよ調査にせよ健康診断にせよそれを受けられた方々がその結果良かったねという形で次から次へと口コミで広がっていってその結果健康管理を受けられる方々が増えていくというのが本来の目的だったんですけれどもやればやるほど不信感や不安感が増長していったような感じになりました。ですから関係者はこの健康管理に関しての関係者はその事態をまず重く受け止めるべきだと思いますし規制委員会としてこうした提言を出さざるを得ない状況に陥っているということもまず重く受け止めるべきだと思います。でよくこの提言は誰宛てのものかというふうに聞かれますけれどもこれはこれまであるいはこれからも健康管理を行っていく関係者それに今後低線量被曝という科学とかサイエンスとか疫学調査を行っていくこのデータを使っていかれる方々その全てに対しての提言だというふうな感じでこの文章を書かせてあるいは意見作文を一緒に手伝わせていただきました。ただ先ほど室井課長が説明しましたようにこの健康管理というのは国の主導とかあるいは環境省がそれを受け止めて現在やっていることですので実施体制という形ではこの健康管理の中に書かせて提言の中に書かせていただいて関係省庁といったようなものに対してはそこが受け止めるというような作文になっております。でさらにこれも検討チームの時に会合の時に申し上げましたけれども今までの健康管理あるいは調査を決して否定するものではありません。否定をすることによってこれまで調査に答えてくださった方々の信頼を裏切ることになります。したがってそれは決して否定はしない。この結果を重く受け止めてこの結果がいかに上手に生かされるようにしなければ健康管理のその意味がないからです。で、ウォッチングを提言そのものは韓国と違って強い形ではないかもしれませんけれども常にこれを見届けていくことで先日 IAEA、ICARP の方々ともお話をしましたがアンスケアも含めてこの健康管理の成り行きあるいは低線量の被曝に関しての疫学調査に対しても非常に注目しているということも含めて国際的にもこの健康管理特に原子力災害後の健康管理についてはここの提言で書かれている行き先をずっと注視しているということを含めてこの場で一応申し上げておきたいと思います。はい、ありがとうございました。他の委員からもぜひご意見お願いしたいと。意見というよりは質問ですけども2ページ目に被曝線量の把握について書かれていて長期的なものに対しては今後も続くわけなのでそれへの対処が重要というのはなんですがこの事故後の外部被曝線量推定の評価最初に出てくるもこれは要するに事故の直後に線量の高いところの調査だと思うんですがこれはに関しては時間が経ってしまうとどんどん難しくなるというもので、まあ、もうすでに2年近くを経ているのでかなりその行動調査といっても時間が経てばどんどん難しくなると思うんです。で一方ここで提言しているのはこれを速やかにかつ徹底することによってと要するに、今もやってるだろうけどもっとちゃんとやろうというようなことだろうと思うんですが質問は今行動調査等によって推定を進めているとあるんですがこれは一体どこが進めているのかでどこがその責任を負っているのか、それからそのこれを速やかにかつ徹底するという場合に、これはまあその責任を持っているところに励ましているというかただ一体どうすればこれが徹底されるのか
これは要するに、調査に応じていただかなきゃならないというところもあるでしょうし、それから記憶であるとか記録であるとかを、できることなら掘り起こさなきゃいけないと。で、事故の規模がこれが不十分なままに終わってしまうと、振り返った時にある意味その健康被害という意味での事故の規模がやや曖昧になってしまうだろうということを非常に恐れるので、この点は非常に重要だと思うのですけれども、ちょっとこの現在の責任はどこが負っているのか、それから徹底させるための方策について、これはまず継続的に議論をしていくんでしょうし、健康調査のあり方の検討チームもあることですから、専門の方々によって議論はこれで終わりということではないでしょうし、提言そのものについても提言がどう生かされているか、どこでどう生かされているかというのの検証というのはこの先も続けることになるんだろうと思うんですが、特にこの点について、教えてください。監視上課長の室井でございます。本日お付けしているちょっと付属資料といいますか、こちらの方の環境省説明資料と最初につけてございますが、そのめくっていただきますと、スライドとしては 3枚目のスライド、ページで言いますと1枚めくったところにある県民健康管理調査事業及び関係する事業の全体像という、そういうスライドがございます。で、ここの左上にありますところ、全県民を対象に被爆線量を把握、行動調査による調査を実施、回収率が 25.5% というのが現状でございまして、これを国、これは環境省を指しておりますけれども、実施主体として包囲圏が外爆線量評価システムによる個人ごとの線量推計をサポートしているという、そういう今体制にございます。で、回収率が低いことに対してご指摘のように年限が経てば経つほど本当に難しくなっていくということでございますが、いろいろ工夫を現在もいたしておりまして、要するに個別に紙を投げつけるというよりは、きちんと例えばマンツーマンで聞き取りをしながら、これはこうだというふうに相談を受けながら書いていっていただくとか、いろいろな工夫がされているというふうに今伺っておりまして、これについてより今そういうふうきめ細かい対応をしていっていただきたいということで、少しでも正確な回答表を作っていただくということを努力していただきたいということでございます。この法意見は原子力規制委員会が共感する組織でもありますし、それからその健康影響というより、その事故が健康に及ぼした影響、その事故の規模をその観点から捉えるという意味では、これはその規制委員会の仕事にでもあるだろうと思っています。ですからこれは側面支援というよりは、もっとそれを超える意味において、この活動については規制委員会自体がそのサポートしなきゃいけないと思うんですけれども、非常に貴重な意見だと思いますので、今後の具体的な取り組みの中で私たちがどういう役割を果たすべきかというのをもう少し検討していきたいと思います。その他、おしまいにお願いします。この提言の付属についての議論の総括の方ですね、この資料の6ページにチェルノブイリの後遺症といいますか、関係がちょっと触れてあって、 WHO とアンスケアの報告では、チェルノブイリ事故では小児甲状腺がん以外の放射線被爆による健康影響のエビデンスはないと結論付けていると。もう一つは、なぜ、小児甲状腺肥がんが、発生したか、簡単に書いてありますが、この、チェルノブイリ事故の関係、ですね、これも26、7年前の事故で、大規模な原発事故で放射能が大量に放出されたという意味では、福島の事故のほとんど唯一と言っていい先例的な、ケースであるわけですね。ただ私の理解するところでは、チェルノブイリの放射線の放出量は福島の場合の少なくとも7倍とか8倍とか、あるいは10倍とかいう規模がもっともっと大きかっ
たということはありますが、このチェルノブイリの、あのケースのですね、評価についていろいろあの議論がなされたんではないかと思うんですけれども、そこら辺りはどうなんですか。 なぜこういうことを聞くかと言いますとね、あの私もまあ事故調査委員会であの現地に行っていろいろ話を聞いたこともあるんですけれども、確かに WHO とカンスケアのこういう議論がある一方で、現地ではいろいろなあのこれと異なることがあの言われているわけですね。これはあの書き物にもなっているし、いろいろなあの学会とかいろんなところでも発表されておるわけで、必ずしもこの WHO アンスケアのこのラインだけで話が済んでいるということではないというのが、まあ私の大雑把なんですけども、まあ、理解なんですよね。まあ、と同時に今申し上げたようにチェルノブイリの事故は福島よりもはるかに大規模な放出量があったということなんで、したがってそういう意味でストレートにチェルノブイリのその状況が福島の状況にそのままつながるということはないとは思いますけれども、やはりその非常に貴重な先例的な価値を持つということで、ニュアンスのあるその現地のいろいろな情報とかですね、エビデンス、これをその今回のそのこの検討チームの中でね、どういうふうな扱い評価をまあなされたのかといったあたりについてちょっと教えてください。監視情報課長の室内でございます。あのチェルノブイリについては、まあ、あの WHO の見解では、まあ、あの4年後ぐらいから影響が見られ出す、あるいはアンスケアの場合は5年後ぐらいから影響が見られ出すということで、まあ、概ね 4,5 年後から影響が見られるというふうに言われております。で、あの今回 の提言の方の甲状腺検査のところ3ページ目の括弧2というところでございますが、あのこちらの甲状腺検査の2行目のところをご覧いただきますと分かりますように、26年3月までに、つまり23年10月から26年3月までに、まあ、全対象者の検査を行い福島県のベースラインを把握した上でというふうに、まず書いております。これがある意味その最初にまずきちっと全員のですね、その検査を行って現状をこうきちっと見ていくということでございます。ですからあの、まあ、チェルノブイリはチェルノブイリとして、福島は福島の事例でございますので、まあ、どういう状況になるかはあのきちっとそのこの甲状腺検査の中で 今現在進行形として、こう把握をしようとしているということでございます。ですがこのベースラインの把握の中で、何かこう見つかるようなことがあれば、それはそれでまたその時にきちっとあの対応を考えていくということでございますが、今のところ、まあ、あのそういう意味ではそのベースラインを把握中というところが今の状態というふうに扱われているというふうに認識しております。私の理解ではね、まさに今ここのチェルノブイリのこういった経験を踏まえて、あのこれはもうすでに始まっていることですけれども、事故当初からあの全県民あの18歳以下でしたっけについて全部あの検査をして、 そういったあの、まあ、あの甲状腺がんとか何かに対して発生とかそういうことについてはちゃんとあのケアをしていきましょうということであの始まっていると理解しているんですね。ですからあの私はこれは比較的あのいろいろその有識者の検討チームではいろんなご意見があったわけですけれども、これについては比較的きちっとやっているという評価の方が高かったんじゃないかと私は理解していますが、それ以外に何か大島委員の方から。この辺はあの専門知識があるわけでも何でもないんですけど、少なくともあのチェルノブイリでのその被爆者で、特に現地でですね、必ずしも WHO やアンスケアといったそういう、あるいは IAEA といったですね、国際機関にその上がってきている情報だけではない情報がいろいろ現地にはあると、すなわち甲状腺があるだけではありませんよと、いろいろなあの疾病も現に、まあ、いろいろあの報告されているというようなことが現地ではあるわけですよね。ですから
今のこの6ページのようにもうその甲状腺がんだけですよ、小児甲状腺がんだけですよとその国際機関が言ってるからそれだけを前提にして対応策を考えておくということだけでいいのかどうかというところなんですよね。ですから、まあ、これはなかなか難しい問題だということはよくわかるんですけれども、これだけの問題かというと少なくとも現地ではそうでないいろいろな話が言われていると。ただそれが必ずしも国際機関の報告なんかには反映されてない、そういうことをまあ告発したとか投獄されている人がベラルーシにいるとかですね、まあ、いろいろあるわけで、その信頼性とかいうような話は別としてそういう状況が現にあるということはどこか頭の片隅に置いておく必要があるのかないのかと、そういう問題がこの専門家の皆さんの間の議論で出たのかどうかということだけをちょっと知りたかったんです。今おっしゃることはいろんなことが、まあ、多分何ともここでどうこう言えないんですが、この今日の提言の中では3ページの3のところで健康審査とか心の健康等対策っていうところで一応それをできるだけカバーしていこうということになっているというふうに理解していただければいいと思います。特別の特定の疾病がどうだっていう話に対してはそれはちょっとそういう議論は私も全部議論は資料もフォローしましたけどそれはなかったと思います、甲状腺以外は。はい、よしですか、島崎にも何かございます。無害者というかあまり知識がないままにこの、議論の総括と提言を読ませていただいて、いくつかわからない点もございまして、例えば最初の時の議論の総括にはその、科学的な調査を行うことが重要であるというようなことが書かれておりまして、そういうことが出てくることの背景というのが私にはちょっと見た限りでは読み飛ばしてしまうようなところでありまして、よく考えたらそんな当たり前のことをなぜここに書かなくちゃいけないかというそういう観点でこれを読まないといけないという面が多分あるんだということに気がつきまして、いろいろな疑問点はありましたけれども、いろいろ伺って、特に今日中村委員が発言された内容が非常によくそこの背景を説明してくれたと思いました。ですからこの提言やこの総括をそのままさらさらっと読んで気がつかないで過ごしてしまうとそれだけなんですけれども、やはりその背景には非常に深いものがあるというのを今日感じた次第であります。提言それ自体については特に反対ということではなくてこれで結構だと思っています。はい、ありがとうございました。一応提言ですから今後先ほど福田委員会もありましたように今後どういうふうにフォローしていくのかということもご指摘がありました。で前に申し上げましたけどこれを私どもとして提言として決定して出したとしても紙、それ自体は紙で終わってしまっては意味がないので、やはりあくまでもこの中身っていうのは、まあ、福島県民をはじめとしたその今回の事故の被災者の立場に立ったもので、それが具体的にその実行していただきたいということで、それは非常にポイントになるのはやっぱり国の責任でやっていただきたいということを、なかなかこういうことを書くことについてはこういったところではあまり簡単なことではありませんけれども、医師会のからのこの米印の4ページもありますように、国によるナショナルセンターを設置すべきというこの議論の中ずっと経緯を見ますと、今個別にいろいろやってはきているんだけれども、やはりそれが十分にその被災者県民の
気持ちに応えてないというところがありまして、そういう意味でこれが長期に続くということもあって国にお願いするという提言になっています。で、まあこういうことで今日これを決定するということをご了解いただければ、まあ中身としては先ほど室伏課長からもありましたように、こういったケースの場合は環境省が所掌するということですので、環境省と私どもの関係も深い関係ありますから、しっかりと受け止めていただくようお願いしていきたいと思いますが、そういうことでご了承いただけますでしょうか。よろしいですか。それじゃあこれで一応提言ということで案を取らせていただきたいと思います。次の議題ですが、安全目標に目標についてです。前回の委員会で一応審議をさせていただきまして、私の方で論点を整理 しようということで、少し事務局の方にその分かりやすい絵を作ってくださいというか、そんなものをお願いしたものも作っていただきました。で、前回の議論を振り返りますと、まず合意していただいたことは安全目標を定めましょうということについては合意が得られたと思います。それから今まで安全目標の定量的な目標として人のリスクっていうことだけ、これはあったんですが、環境の汚染ということを考えて環境に放出される放射能についても目標として考慮すべきであるということで、具体的な数値までは前回は決まってなかったわけですけども、そういうことであります。それで、これは福田委員からもご指摘にありましたけれども、目標、この安全目標というのは基準ではないんだということです。で、その基準ではなくて目標なんだけども、その目標を定めることによって性能要求というか性能目標というか、性能目標があってそれが達成するための規制要求というようなことになるんだと思うんですが、そのあたりの関係について少し整理をしたいということで、今日資料を作っていただきましたので、山田技術基盤課長の方からこの今日添付してあります絵を含めてちょっとご説明お願いしたいと思います。はい、資料の 5-2 でございますが、こちらについてご説明をさせていただきたいと思います。こちらは6-2でございます。失礼いたしました。先週の委員会で委員長からご指示をいただきました、スパイラル状に安全を向上していくということが少し感覚的に分かるような資料ということで、ちょっと作らせていただいたものでございます。それでは中身を簡単にご説明させていただきます。この資料の真ん中緑色のところに安全基準等への反映を実施とございますが、まず規制のスタートは規制機関規制委員会が規制としての要求をしっかりと定めるということであろうと考えております。で、それを踏まえた上で左側の方に回ってまいりますけれども、事業者が安全性の向上に向けた取り組みを実施ということで、基準に対してそれを満足するための取り組みをまずやっていただくということがあろうかと思います。それからそれを踏まえた上で、またぐるっと回って真ん中の方に参りますけれども、事業者の取り組みについては許認可の形で、基準への適合性を規制機関規制委員会が確認をするという行為が行われると。それで、許認可が終わった後、この右側の方にまた回ってまいりますけれども、今回の法律改正で事業者が安全性向上のための評価を実施をするという新しい仕組みを取り入れられてございます。これは今年の12月からの施行ということではございますけれども、事業者の実質的な取り組みを含めた上で安全性の取り組みをしっかりと評価をした上で公表していくというものでございます。で、事業者は基準に満足するだけではなく自らの取り組みもした上で、安全の状況はどうなっているのかということははっきり明示していただくと。で、それを見た上で、必要があれば
規制側として新たにまた基準として要求していくものがあれば、この真ん中の方に戻ってまいりますけれども、基準をまた新たに設定をしていくということになると。でこういうぐるぐるっと回る一連のサイクル、これに際しては、あの上の方にございますけれども、安全目標を参照していくということで、このぐるぐると回るものを過程の中で安全目標を目指して安全性を高めていくという、こういう流れではないかということで、あのちょっと取りまとめさせていただいたということでございます。で、あの一番下にございますけども、安全目標は規制が実現しようとする目標であるとともに、事業者による取り組みを進めるための重要なツールということで、真ん中2つにございます規制側の取り組み、それから左側右側にございます事業者の取り組み、それぞれにおいて安全目標を目指しながら継続的な活動を進めていくということになるのではないかと、あのこの資料はそういったような感じであのまとめさせていただいたというものでございます。はい、ありがとうございました。で6の3の方には、あの外国の例も少し、これは定量的な目標値として整理されているので、まだ今日はそこまで議論できるかどうかはともかくとして、前回もつけていただきましたけれども、一応つけさせていただいてます。あの前から申し上げましているように、安全目標の議論は少しこう、ここで時間をかけて何回か積み重ねていきたいと思っていますが、まあ、この6の2の資料のこういう考え方について、これで分かるのかどうか、私もあの皆さんご理解できるかどうか分からないんですが、ご意見をお願いしたいと思いますが、はい、あのこれは大変きれいなイメージなんですけれども、あのまあこれ人はどういうイメージで思ってるかっていうのは多分さまざまだろうと思うんです。僕が持ってるイメージはですね、モグラ叩きみたいなもんなんですね。で見渡してみて、多分このぐらいまで行ってるだろうと思ってたら、よくよく調べてみたら、モグラがこう頭を掲げていて、あこれはやっぱりちょっと叩かないといけないって基準を作る必要だよね。でよく見渡すと、あこっちに実はまた隠れてたこんなものがあったんだっていう、モグラ叩きのイメージですね。ちょっと違うんですが、 あんまり綺麗ではない。それから今あの規制要求っていう形で言われてたのは非常に正しい言い方だと思うんです。それで安全目標もですね、ですからこのイメージはこう上に向かって進んでいくというイメージなんですね。私はむしろリスクを低減していくという、どんどんこう下へ向かって下げていくという、そういうイメージで、まあこれは個人的なイメージですから、どちらでもいいんですけども、その安全を高めていくのか、リスクを下げていくのかっていう、そういうイメージがちょっと、まあ、人によっていろいろだなということを感じました。非常に面白い、福田さん、今のご意見とこれと見て、どういうふうに何か、同じようなところだと思うんですが、やり方としては、PSR とかなんかを活用するっていう意味では。うんうん、一つには安全目標というのは繰り返し申し上げてますけれども、いかなる対策を施したとしてもリスクは決してゼロにはならない、残存するリスクの存在というのを明示する、まな板の上に乗せて議論をするというところに非常に大きな価値があります。ですから今島崎委員長代理がおっしゃったように、安全目標という言葉というよりは、むしろこれ残存リスクの議論でもあって、でそういった意味ではその安全性が高まるという言い方をするよりも、まあ、リスクを小さくしていくと。ただ安全目標の意義というのは、国の規制活動がその原子力を利用する事業者に対してそのリスク抑制の程度を示すもの、言い換えるとどの程度のリスクまで管理を求めるのかという性格を持っています。ですから当然のことながらこれはそのリスク管理と密接な関係を持っていて、でそうするとそのリスク評価の成熟度との関係も持っています。で確率論的なリスク評価がその対象となりますけれども、
事故が、例えば非常に原子力発電所で言えばリスクのほとんどを与えるのが事故なんですけども、ただ事故も規模が大きければ大きいほど、不確かさが大きくなるということで、そういう意味でこれは言ってみればその基準やそれから事業者のリスク管理活動が、その目標に向かってそれを満たすように、行われているかどうかのために参照をするような、これは各国ともに安全目標を定めた初期はそういう使い方をしています。ただ、一方そのリスク評価技術の精度向上に伴って言うと、先々としてはその個別のプラントにおけるリスク評価結果を性能目標値と比較をするというような試みはもうすでにいくつかの国で、なされているように承知をしています。ただ、まだそこまでの経験が残念ながらこの安全目標に関してはしばらくの間、ちょっと棚上げになっているようなところがありましたので、我が国の取り組みというのはそこまで行っていませんけれども、まずはとにかくその基準であるとか事業者のリスク管理活動が十分なレベルに達しているかどうかを確認していくためのツールとして、参照するためのツールとして、ツールという言い方は軽い言い方ですね、参照するための、目標としてこの安全目標の議論というのがあるのだろうと思っています。それから付け加えると、福島第一東電事故、福島第一原子力発電所における事故に関して言うと、これも、その安全目標がもし仮に決定されていたらの議論ですけど、安全目標が間違ってたわけじゃなくて、その目標に全然そのリスク管理やその規制の内容が届いていなかったために事故に至ってしまった。したがってその目標を掲げる、目標を定めるだけではこれはもう何のほとんど何の意味もなくてですね、規制の内容や事業者の活動がこの安全基準と比較するに足るだけのような内容になっているかどうかという、そのフォローアップの方がずっと大事だというふうに考えています。長くなりました。以上です。モグラもでっかいモグラと小さいモグラといろいろあるんですが、これが多分普通の場合だと、島崎委員の私なりの解釈だと、いろんなトラブルとか事故っていう形で出てきて、それを叩いていくという繰り返しをしているというのがイメージとして浮かぶんですが、この安全目標を決めてその目標に向かってシステマティックにある程度科学的に努力するというか、それでもなおかつもちろんリスクは残るわけですけれども、そこのあたりが多分福田さんが言う安全目標にの主張の肝になるというか、そんなところかなという印象なんですが、そんな私はちょっと例えが悪かったかもしれませんけど、必ずしも事故というよりか、むしろ潜在的なリスクを我々分かったように思ってるけれども、実はまだ分かってない部分がおそらくあるんで、そういう意味での目標叩きですね。このぐらいの目標まで行くのに、多分それぞれちゃんとやってるなとは思ってるけれども、実はまだ我々の科学の足りないところだとか、そういうものがあってまだ残ってるっていうのを、そういうのをやっぱり一つ一つ潰していって、なんとかその目標に届かさなくちゃ、そういうつもりでした。はい、とても大事な考え方。はい、どうぞ。この安全目標の問題については私は前回の会議で言いましたけれども、私自身はこれ必要だと、作業を進めるべきだという意見ですけれども、ちょっと進め方について、一つの提案があるんですけれども、前回更田委員から発言がありましたけれども、安全委員会ですね、原子力安全委員会の専門部会で、報告書が出されて、平成15年の中間取りまとめ、それから平成18年の性能目標ですね、2つの文書が出されて、でこの背後には相当たくさんの専門家の人たちが集まって議論して、比較的目立たない形での議論 であったようですけど、ともかく相当エネルギー知恵を集中してこれだけのものが一応あるわけですよね。で福田さんの評価ではこれ大変立派な成果であると、こういうことを言われましたけれども、
こういうものがある以上はですね、我々はこれをやっぱりベネフィットすべきだと思うんですよね。ですからゼロから議論をスタートする前にこれだけのそのものがあるわけですから、まず私はこの委員会の場でですね、1回あるいは2回、ぐらいはこの当時の専門部会の、まあ、座長さんなり部会長さんなり誰でもいいんですけれども、ちょっと来ていただいて、それできちっとここに至る経緯とか内容についての、まあ、メインポイントを説明をしていただくと、我々も質問すると、まあ、それをこういう公開の場でやると、これをまずやって、その上でですね、そういうことを踏まえ、かつ福島の事故ということも踏まえて、事務局の方で、その安全目標委員会として、検討して採択するその案ですね、これは一つの案にまとまるかもしれないし、あるいは複数のオプションというものがあるかもしれませんけれども、そういうものを事務局の方で作成をしてもらう。で、3番目にそれを踏まえて委員会として、それじゃあどういう、まあ、決定するのかどうするのかということを考える。まあ、こういうプロセスでこの安全目標の検討を今後、まあ、進めていったらどうかなというふうに思います。言葉を返すみたいで恐縮なんですけども、この安全目標の議論はその他に委ねるんではなくて、委員一人一人がよく考えて勉強して、やっぱりきちっとした確信を持ってこれを提言しないと、結局前回も申し上げましたように、専門部会に安全委員会が頼んでいいものがまとまっても、結局は委員会の決定にならないというようなことになっているということもありまして、結局そこのところが我が国の弱点でもあったと思うんですね。ですから私は、まあ大島さんちょっと専門分解だから非常に難しいと思うんだけれども、ぜひまあ分からないところは個人的にいろいろ、私だって全部分かってるわけではないと思いますけれども、そこはよくまあそれなりの人に来てレクを送るとかなんかしながら、ぜひこの議論をやっていただきたいと思いますし、私は当初申し上げましたように、これは事務局には任せないということで、ここで何回もある程度数を重ねてでもいいから議論を重ねましょうということをご提案したんですが、まあ、私はそういう考えであれしたんですが、他の委員はどうですか。はい、私ももちろん最後は委員会の責任において決める問題であると、これは全く異論がありませんけれども、そこに至るプロセス、これはやはり原子力安全委員会の場で相当議論がなされたと。しかし、これを委員会として採択するに至らなかったですね。まあ、ためらいがあったのか、心理的な何かの壁が当時はあって、あれだけ その議論を積み重ねたものがその日を見なかったと、まあ、こういう経緯があるわけですね。ですから、でその福島の事故があって、そういうためらいやあるいは心理的な壁っていうのは取り払って、より安全を目指してリスクはゼロではありませんよということに向けてですね、やっぱり安全の問題に真剣に取り組むと、まあ、こういう目的があるわけですから、もちろん私なんかも勉強しなきゃいけないなと当たり前ですけれども、やはりこれだけいろいろな人が集まって知恵を傾けて議論してまとめたものがある以上はですね、やはりそれを踏まえながら、かつ新しいファクターがあればそれも踏まえて、そして、委員会として一番いいと思うものをまあ、決めていくと、まあ、こういうプロセスを取ることにあんまり不自然はないと思うんですよね。なぜそれだけの過去 の検討の成果があって日の目を見なかったものがあるんですけど、それをなぜあえてその詐称して、
我々の頭からこの螺旋式の考えもこれはこれでいいと思うんですけどもね、いいと思うんですけれども、やはり英知を傾けられたものがある以上はそれをその活用しないということの方が私にはちょっと不自然に思えるんですけども前回の会合でも申し上げましたけども、その今大島委員からも言及のあった平成15年の安全目標に関する中間取りまとめ、それから平成18年の性能目標、これは私は非常に高く評価していい報告書、繰り返して申し上げますけど非常に高く評価していい報告書であったと思っていますし、東電の事故を受けて、もうなおこの内容そのものに関してはあまり改めるところがないほどによく吟味された報告書だと思っています。ぜひ中間取りまとめの方は少なくともそんなに分厚い報告書ではありませんので、安全目標に関する中間取りまとめの方にはぜひ中をよく読んで、その上での議論という委員会という意味ではなくて広い意味での議論が あってほしいと思っています。でもちろんただ従来安全目標というのは人への影響を中心に表現をされている、それを指標に表現されていましたけれども、今回その原子力規制、6基法の改正の時にも含まれたように環境を守るというのが文言が入りましたけれども、そういった意味で諸外国の資料等にもありますけど、総放出量に関するものをもう一つの指標としてこの安全目標を、性能目標を表現するというのは重要なことだと思いますので、もちろんそのこれに達していく部分というのはあるんだろうと思っています。で大島委員の、ご提案ですけども、その外部の方に議論を委ねるというのではなくて、当時この報告書の策定当時の事情であるとか、この、肝となる部分について、ご説明をいただく、その何回もというのではなくて中心となる方のご意見をいただければというのは、その公開の場でやることには非常に意味があると思いますけれども、ただこの中間安全目標に関する中間取りまとめを中心的にまとめられたのは現在原子力委員会の委員長をされている近藤俊介先生だと承知しています。でそれからそれとともに部会長代理をされていたのはもう亡くなられてしまいましたけど相沢清人さん、それから今 JNS におられる阿部清春さんといったような方々がこの安全目標の中間取りまとめで随分中心的な役割を果たされたと承知してますので、どなたかお一人にでもですね、ちょっとこのあたりのことという大島先生のご提案も、私はそれほど悪くないとどうは思うのですけども、いかがでしょうか。定例会で勉強会をやるっていうのはあんまり私は賛成できないんですよね。要するに専門的知識がいる場合だったら本当にそこのことを専門有識者会合みたいなものを開いてやるんだったらやっぱり別途やらなきゃいけないと思いますし、そこまでやるそういうことは私はやめたいというのが最初の趣旨なんです。どちらかというと国際アドバイザーからのご意見を伺った時のようなイメージなんですけれども、ちょっと考えさせていただきたいと思いますけれども、私は先ほど島崎委員がご指摘なようにやはり不完全なところを探しながらそれをだんだん少しずつ潰していくというか、そういういろんな意味でなくして安全のレベルを上げていくというそういう考え方、その安全今回提案しているそのパブコメにかけている新安全基準も結局よって立つところはそういう考え方でないかと思うんですね。だからそこのところの基本となるそのコアになる中核になる考え方がこの安全目標の議論なんだから、そこをやっぱりきちっと我々自身がそういう認識をしないと、その規制基準規制要求がそのまま根っこが薄くなってくるということがあって、それでもうそれで終わりっていうことになりかねないので、そうじゃないんだっていうことを私はここで申し上げたかったし、そういう議論なんですけども、他に中村委員。
規制委員としてこの安全目標について私の意見としてはですね、私自身はこの基準ではなく目標というこの考え方には全く賛成をいたします。私は今回の事故を受けてまた更田委員を中心として安全基準を出されていますけれど、これは受け止め方によってはいわゆる合格点を上に上げた。で、私が今まで見ている限りでは、じゃあ事業者はこの合格点を通ればいいのかっていうような考え方、むしろそうではなくですね、その私の世代もそうですけれども、自分の方からこの合格点よりももっと優れていると、これだけのものを目指しているんですっていうふうに、それこそ世界でトップですと、安全に関してはもちろん残っているリスクはあるにしてもこれだけ小さくしましたっていうことが事業者の中で安全文化といいますか、そういったような目標っていうものを掲げて、それを単に合格点を通ったっていうだけじゃなくって、もっとさらにその上を行ってます。90、60点が合格点、今度は70点を合格点に規制委員会は行ってきたけれども、それよりもさらに80点、90点を目指しますっていうところが安全目標ではないかっていう、そういう考え方をまずこの原子力を扱っている者たちが等しく持たなければいけないと。で、そのための目標では、それが安全目標ではないかなというふうに私自身は考えております。ありがとうございました。ちょっと時間もあれなので今日はこのあたりにしたいけれどもしたいと思いますが、6の1の資料で、2番目で放射性物質による環境の汚染に関するリスクの取り扱いというところが一つ、先日環境汚染のところも安全目標の中できちっと考慮すべきであるという話になりました。で、後ろに今日の資料の3枚目に外国の例も出てますね。100テラベクレルとか、まあ、こういう値もありますけれども、とりあえずその福島の今回の事故で環境に放出された放射能量とこうそれを勘案してどの程度にすべきかっていうことが非常に大事だと思いますし、また実際にその値が今提案している新基準で、それをこういわゆるドライベントシステムとかそういうことがあるわけですね。核燃料機の保護とかそういうものについて十分にそれが担保できるかどうかってあたりについて、少しその事務局で整理して次の議論のためにしていただきたいと思うんですが、副隊員ぜひよろしくお願いします。まず先にちょっとこの議論で少し不明確になっているのは、先ほど島崎先生のお話の中にもありましたけども、これあくまでここのところの議論というのは原子力発電所の安全目標になってます。これ今の議論でね、というのは核燃料サイクルだとか後ろで取り扱い等とか出てきますけど、一番分かりやすいのは廃棄物の管理で、非常に長期にわたって、でむしろ事故よりもそこに存在することがずっと与え続けるリスクの方が時間的な総和を取ると大きい、むしろ大きいと。それから核燃料サイクル施設に関しても通常運転時にも微量ではあるものの放射性物質の放出が環境にあって、でそれをその非常に発生頻度の低い事故と比べたら、非常に荒っぽい言い方をすると通常時の方がリスクが高いというような結果を与えます。ですからそういったそのリスク管理をしなきゃならないものの対象によってその安全目標の適用の仕方といいますか、リスクの評価の仕方が違ってくるので、とりあえず私は議論を原子力発電所に絞っていいのではないかと思っています。それから今委員長が言われた環境への汚染に関するもので、これに関すると値に関しては今新基準と言ってますけど、実はあんまり新基準という言葉自身があんま正しくなくて、あるいは規制要求の議論をしているところですけれども、その中でいわゆる今使っている言葉で言うと新基準、実際の内容はどのレベルの水準のを要求するかという規制要求の議論をしているわけですが、その中で出ている議論からすると、一つは、東電事故
で、放出されたと言われている放射性、物質の総量を、例えば100分の1に、減じることができたらば、長期的に対処のできる、対処が必要となってくるエリアというのは、敷地境界と、あるいは敷地境界をやや上回る程度であって、非常に小さな区域に閉じ込めることができる。では、100分の1というと、どうかというと、今フィルタードベントの議論を盛んにしていますけれども、フィルタードベントでそのメーカーが言う値っていうのは大体1000分の1にできますとか、それこそ1万分の1にできますと言いますけど、まあ、どんなに悪く見積もっても、フィルタードベントによって管理放出を行った場合っていうのは大体100分の1ぐらいにできるだろうとのは間違いないと。で、じゃあこの間の東電事故の放出量の100分の1がどれくらいに相当するかというと、100テラベクレル、大体100テラベクレル、各国がこの、放出量の総量を定めているのにの値と合致するのは、これは各国ともに長期的な影響が残るのは敷地境界内にとどめようという意識があって、それから、その周辺に関して言うと、短期的な屋内退避や短期的な避難でもって、済ませられるレベルまで事故を抑え込もうとしている。ですから100テラベクレルという値が一つの、一つの指標になるだろうとは思っています。はい、大体副隊員の見解は分かったんですが、もう少し今回の放出量についてもいくつか のエストメーションがあるし、そのあたりも今福田さんがおっしゃったようなことも含めて少しこう整理された資料を紙を、そんなたくさんのことじゃないと思いますので、ぜひご用意いただければと思うんですが、それを基づいてまた議論を続けたいと思います。じゃあ今日は安全目標これで終わります。ちょっと先ももう少し議題がありますので終わらせていただきます。次がですね、これは福田委員からのご提案なんですが、緊急事態対応能力の強化に向けてという資料7の資料です。これについて提案された福田委員からご説明をお願いしたいと思います。私たち5名が昨年9月の19日に原子力規制委員に任命された際に、私は役割として、緊急事態対応というのをその役割として仰せつかりました。で、具体的にどういうことかというと、万一事故が起きたときに、委員長以下の4名の方々は首相官邸へ行かれますけれども、非常に大きな事故が起きた場合ですけど、私はあるいは緊急事態対策官は、その当該事業者の本店などの要するに緊急時対応を取るところへ飛んでいくという、そういう体制になっています。で、まあ、緊急事態対応について考えるというのは一つの役割で、これは昨年から少しずつ考え続けて、またその緊急事態対応に当たる人たちとのもう議論をしてきたことではあるんですけれども、現在そのいわゆる新基準、新安全基準の策定作業で、まあ、骨子案のパブコメが締め切られて、今その整理をしていて、で骨子案に対する、コメントを整理してその反映について検討をしている段階で、さらには、規則条文として、規則条文として再度パブリックコメントにかけて、7月に施行するということで、まあ基準案の骨子を取りまとめる段階になっているわけですけれども、この安全基準の案と呼んでいるものは、いわゆるハードウェア、設備に対してこれだけの水準を備えてくださいと、原子力事業者が利用する施設が、どれだけの性能を備えていてほしいという、いわゆる、設備に対する要求になっていますけれども、事故は、事故のレベルが、程度が大きくなればなるほど、その不確かさ、事故の進み方が千差万別になってきて、不確かさもどんどん大きくなっていく。どういうことかといいますと、その事故への対応というのはハードウェアでの対応の占める大きさよりも、ソフト面での対応、手順書の整備であるとか、運転員、そこの事業所にいる人たちの能力、技術、それから訓練、習熟度みたいなものが非常に大きなものになっていきます。で、
もちろんその手順書の整備等々に関しては審査の段階で確認はするわけですけれども、とにかくいざ緊急時が起きたときにどうなるかというと、ここにあの真ん中あたりに丸1から丸5まで書きましたけども、渋谷アクシデントも含めた事故対応で、事業者の中核となるメンバーとですね、日常から意思の疎通を重ねておいて、いざ万一緊急時となった場合に、迅速な対応が取れるような関係を構築しておきたい、何々電力に飛んでって初めましてあんた誰って言ってる暇はないわけであってですね、それが鈴木さんなのか山田さんなのか加藤さんなのかをあらかじめ知っておきたい、でそれから渋谷アクシデントの手順を、まあ渋谷アクシデントが起きた時の対策の手順を十分に承知をしておきたい、これは事業者はもちろんのことでありますけれども、規制委員会規制庁にあって緊急事態の対応に当たる人間は、その手順を十分に承知しておきたい、さらにその整備済みの手順を超えるもの、予想外の事態に対してもどういう選択肢があるのか、日常的に議論を重ねておきたい、でさらに、残存するリスク、もうどれだけ対策を施してもリスクは残ると繰り返し申し上げてますけれども、それを少しでも緩和するための手段を考え続けたいし、またその海外の事例を含めていろいろ調査研究をして新たなリスクの発掘をしたい、先ほど島崎さんがおっしゃった見落としたモグラがどこかから出てこないかというのを、これはもうずっと考え続けなければいけないことだと思っています。でこのために各事業者における事故対応の中核となるグループを特定して私たちの間でですね、規制委員会規制庁との間でまあ頻繁にといってもどこまで頻繁にできるかは分からないですけども、できる限り、そういった人たちと接する機会を設けたいと思っています。でそれから先ほど4番目と5番目丸4丸5に書きましたけど、これは言ってみれば自分たちが作っている規制、基準や自分たちが行っている規制活動の荒探しをする活動でもあります。一旦基準を作って一旦ベストを尽くそうと思って規制をしてるんだけど、なおどっかおかしなところはないか、欠けてるところはないかという活動で、これはかつてあまり日本の規制当局がやったことのない活動です。ですから従来の規制の枠組み、この国での規制の枠組みからは、少し外れるかもしれないけれど、こういったその自らの活動について常に欠点荒探しを続けるということが、大事であって、それができなかったことというのが、先般の東電事故の重要な教訓の一つだと思っています。そこで事業者のこの事故に対応を与える人たちと、定期的に、日常的に接する機会を持ちたいと思っています。でただここね、ルールとしてちょっと例を何らかのルールが必要であろうと、これは事業者の方と我々が接するときには議事録を設けて、議事録メモという形で公開、それからその資料に関しても原則公開というのは、このルールはこのままこれにのっとればいいんだろうと思いますし、そのうちの何回かたまにはこういった形で公開でやってもいいだろうと思いますし、そのやり方というのはまたちょっと、事務局の方で詰めてもらいたいと思います。でメンバーとしてはこれはその役割を仰せつかっている私と、それから、規制庁に緊急事態対策官として安井さん、それから事故対策室長として小金谷さんという方がおられますけれども、以下数名で、事業者のメンバーと順次会っていきたいと考えています。で当面は電気事業者が対象になるでしょうけれども、適宜、メーカーの人なども対象になると思います。で最後に情報公開に書きましたけれども、通常私たちが事業者の人たちと接するときにと、ほぼ同じ仕組みですけれども、議事概要を公開していく。ただ、先ほど申し上げましたように、荒探し、弱点探しですので、全てを公開してしまうと弱点をふさわしくない人たちに対しても公開してしまうことになりますので、テロ対策、セキュリティなどの観点から公開できないものに関しては、不適当であるとする判断が必要であろうとは思います。
長くなってしまいましたけど、以上です。はい、ありがとうございました。まあ、規制要求っていう、まあ、ハードウェアだけじゃなくて、実際にそれを現実に、特にこういう過酷事故の時に対応できるような人ですね、ソフトウェアの、まあ、コアなのはソフトあの人だと思いますけれども、そういったことのをきちっと事業者にも要請していただくとか、そういう、今はそういう方は多分特定の人いないと思いますけれども、そういうことを含めた、そういうことを狙ったものと私は理解したんですが、それでよろしいんですか。一つは事業者において、その緊急事態が起きた時にどのような体制が取られているかどうかというのは、これは事業者によってそれぞれおのずと違うとは思うんですけれども、東電事故の一つの反省は、そのもう一つはこれは規制の外の話ではありますけど、本店とサイトとの間の関係であるとか、でこれは、事業者において、改善がに対する取り組みが当然のことながら図られることだと思うんですけれども、私たちがここで、相手にしようとしている人たちというのは、その、本来機能すべきであった本店機能というか、プラント側サイトが非常に大変なことになっているときに、適切な支援なり、あるいはプラントへ行ってですね、対応を取るような人たちというのを、事業者はそれぞれ持つべきであると思いますし、私たちはそういった人たちとそのやり取りをしたいと考えています。はい、それじゃあご意見お願いします。大島委員と緊急事態対応について備えをしておくと、これは非常に大事なことで、ぜひやる必要があると思うんですね。まさに福島事故 の, いろいろな教訓がありますけれども、その一つは当時の、まあ、保安員と、それから東電との間の、まあ、一つ情報の流れ等が非常に行き詰まったと、まあ、これはいろいろな理由があるんでしょうけど、とにかくそういう事実があったわけですので、まあ、そういう事態が起きないように、常日頃からやっておくということは必要だと思います。でこの作業の組み立てなんですけれども、私の理解では事故対応の第一義的な責任は事業者が当然負うわけですね。ですからまず電力事業者が緊急事態対応というのをきちっと固めて、かつそれを、まあ、日頃、まあ、訓練をしてマニュアルなんかも作ってということは当然期待されて、かつ規制の中にも入ってくるわけですけども、でそれに対して規制委員会の役目というのは、それがきちんと行われているということをその検査し、必要があれば監督してスーパーバイズしていくと、まあ、そういう組み立てだろうと思うんですね。で そういう組み立ての中で、このここで言われているその事業者との間のいろいろなコンタクトというのがなされるというふうに、まあ、私は理解しますけれども、まあ、そういうことでいいのかどうかということは1点と、それから2点目に法律に基づいて22条ですかね、緊急事態応急対策員というのが学識経験者の参加を得て設けられているわけですけれども、こういった外部の その有識者でいざという時に、応援をその頼むような方々、こういう人たちの関与参加というのは考えておられるのかどうかですね。つまりそういう意味で、決められた組織や枠組みがあるわけなんで、それをがきちっと機能するように日頃からやっておくという意味では非常に必要なことなんで、ぜひやるべきだと、こういうふうに思います。お願いします。万一の事故が起きたときに、陣頭指揮を取るのが規制の役割では決してなくて、むしろ余計な口出しをしないことのも非常に重要だと思ってます。で一義的な責任が事業者にあるのは当然のことですけども、さらにそのプラントについて最もよく承知をしているのは事業者ですので、事業者がその対応を責任を持って、取ろうとするのは当然のことですけども、その時に、事業者も必要な支援が得たいとかですね、そのサイト外からの支援等々には国の関与が必要ですし、そういった意味でそのあくまで、
日常的に規制当局と事業者がその意思の疎通を図っていくことによって、事業者が国の支援を求めたい場合、国のアドバイスを求めたいときに適切なやり方ができるのだろうと思っています。でそういった、さらに言えばその国に対する情報の流通もそれによってスムースになるし、情報が伝わってこないことに苛立って、政治や行政がその、なんていうか過剰に介入してしまうと、まあ、困るのではないかというのは事故調の報告書等々でも指摘をされていることですけれども、そういった意味で、いざ緊急事態が起きてしまったらこうしましょうというのを紙に定めておくのだけではなくて、やはり日常的に、私たちとそれから事業者と その緊急時対応要員が、接触を密にしておいて、のはまあいいことだろうと思っています。それから大島委員からご指摘にあったその緊急時対応要員というのは別途定めていて、外部の有識者の方々をそれを登録するという制度がありますけれども、それについては確かに、こういったやり取りがを進めていく中で、参加していただくようなことがあっても妨げるものでは決してありませんけれども、最初からあまり大勢でやるとなかなか混乱しそうですので、とりあえずここに記したような数名程度 で仕組みをスタートさせていただいて、その上で必要に応じて緊急事態の対策要員として招集をかける、参集していただくような専門の方々も、必要に応じて、加わっていただければと思っております。他に ご意見ございます。島崎委員は9月だったか10月だったか忘れましたけど、ごく初期の段階に副隊員が6カ所に行かれて、で向こうの方と10月ですか、12月か、ごめんなさい、でも私の印象では非常に早い機会と思いましたが、まあ、とにかく行かれて、いろんなことをある意味発見されたというか見出されて、特に例えば言葉が違うだとかですね、かなり基本的なところに問題があるということを言われてました。今回はそのむしろ本店の方かと思うんですけども、やはり同じような問題が多分あるに違いないので、非常に重要なことをご提言なされていると思います。よろしくお願いします。中村委員。私も先日、こういったことに関してアメリカのプロフェッショナルに聞いて、日本にはそういう、まあ、取り組みとかコアになるところがないのかというふうに言われて、ちょっと返答に困ったんですが、彼らもやはりこの原子力災害だけではなくてですね、一般の災害、例えばハリケーンとか、あるいはテロとかいったようなことに対していろいろ訓練をつなげていきながら、ソフトの面でも更新していく、バージョンアップしていくっていう仕組みを取っているんだそうです。ですから今の更田委員の提言、お提示に全面的に賛成をいたします。で一つちょっと伺いたいんですが、この最初の参加者のところですけれども、これは常時の参加者ではなくても多分構わなくて、どこかの勉強会あるいは情報交換の場でヒアリングというような形でご意見を伺えればいいかとは思うんですが、そのメンバーの中にですね、やはり実際にこういった事故とか災害が起こったときに動く活動されている、まあ、日本の場合には自衛隊なのかもしれないんですけれども、災害の時に出ていく消防ですかね、そういった方々のちょっとご意見とかいったようなものも伺うと、割と私が伺った限りではそのアメリカの人は人の動線とかそういったようなものをよくつかめるというふうにましたので、メンバーという形ではなくてですね、何らかの形で意見を聞かれたらよろしいかなというふうには思います。ありがとうございます。国の側でのコミュニケーションもよくしておかなきゃいけなくて、ですから規制委員会と官邸であるとか関係省庁ですね、それから今自衛隊とおっしゃったけど警察もそうだろうと思います。で一方ここで対象を当面電気事業者としましたけど、電気事業者側だって火事場になったらメーカーの協力が多いし、いわゆる関連会社の協力が非常に大きかったというのは今回の東電事故でも、非常に明らかになったところだろうと思います。ですから必要に応じて、先ほどのお答えにも重なりますけど、必要に応じて範囲は広げるということになると思います。ただ今はとにかく、まあ、割とポイントを絞って私たちと電気事業者の間でと思っています。それからその
先当面その本店等でそのこういった事故の対応に当たるような人たちが対象になるとは思いますけれども、ただなかなか、スケジュールの関係もあって果たせないでいますけれども、こういう緊急事態対応要員というのは私も含めてですけれども、できればもう本当に頻繁にサイトへ出かけていきたいと、それは常々願っているところですし、またサイト外の対応も含めるのであれば、これは中村委員のご担当のところにも関わってくるだろうと思っています。緊急事態対応能力を高めると強化するというのは基本的に重要なことだと思いますので、皆さんご賛同いただきましたので、この方向で進めていただいて、また少し中身を詰めた段階でまた報告をしていただく機会を設けていただければと思うんですが、よろしいですか。はい、ありがとうございました。実は、予定議題ここまでなんですけれども、私の方からちょっと時間過ぎて恐縮ですけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故に関する事故分析、いわゆる事故調査をやるべきという、先日も私国会でいろいろそういうご質問を受けたわけですが、できるだけ速やかに進めたいということを申し上げています。で、実際にその事故の原因が分からなくて安全対策が取れるのかという議論に対しては、特に今回の安全、新しい基準を作るにあたって必要なことは大体分かってきているというふうには申し上げていますけれども、事故調によっていくつか今日は時間がないから申し上げませんけれども、いろいろその見解、事故の原因についての見解が違います。そういったところについて、できる範囲ですね、放射線の場が非常に調査をする場が非常に条件が悪いわけですので、そういったことを踏まえて、取り組んでいくというようなことをしたい、そろそろキックオフをしなきゃいけないなということであります。実際にどういう形で進めるかということについて、少し事務局の方でご検討いただきたいと思いますが、私のざっくりした印象では、やはりこれまでの事故調査委員会のように何か報告書をまとめるということよりは、個別にいろいろ実態を明らかにして、それをまた個別の報告にまとめながら、場合によっては10年、20年という単位でそういった活動が続く、そういう事故調査になるんだと思っています。ですから、そういうことを踏まえて、どんなふうに進めたらいいかということを含めて、当面どういうことをやるべきかということも含めて、次回ぐらいまでにちょっとご提案いただければと思うんですが、よろしくお願いします。はい、事務局の方で提案をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それからですね、来週になるんですが、福田院と大島院が海外出張にお出かけになりますので、時間もないんで、どんな会議かかいつまんで簡単にご報告いただきたいというのと、お二人欠席なので、特別のことがなければ来週の定例会は休会にしたいというふうに思っていますので、ちょっとその報告をお願いします。はい、3月の10日日曜日から17日日曜日にかけて米国に出張をいたします。で、一つは NRC 米国の規制委員会が主催する規制情報会議において原子力規制委員会の活動並びに新基準の骨子案等々に関してプレゼンテーションを行うとともに、NRC の各コミッショナーの方々等と、面会をして、新安全基準案などについて意見交換を行ってまいります。それから、その出張の前後ですけども、OECD ネア関連の原子力施設安全委員会であるとか、それから多国間設計評価プログラムといったようなものの会合にそれぞれ出席をしてまいります。
17日に帰国しまして、また20日から24日に関して今度はウィーンの IAEA の方に ITAG という、東電事故の教訓等に関する国際会議に出席してまいります。簡単ですが以上です。はい、ありがとうございました。大島委員お願いします。私は、月曜日から木曜日までですけれども2つ用務があります。第一は、3月11日、まあ、来週の月曜日に 3.11 の2周年になるわけですけれども、ブラッセルで、欧州委員会それからそれに関係した NGO と日本側はまあ大使館それから国際協力機構 JICA がシンポジウムをやるということで、まあ、災害とか、まあ、原発事故とかこういうことも取り上げるということでございまして、まあ、基調講演とシンポジウムに参加するということでございます。その後これが、まあ、より重要なといいますかね、メインのあれですけれども、モスクワで、に行ってロシアの我々のカウンターパート組織でありますロステクナズールという規制委員会ですね、安全分野の原子力安全分野の協力について話し合うことを予定しております。これは去年12月に福島で、閣僚会議がありましたけれども、その際にロシア側の参加者と会った時に先方から、まあ、ちょっとした提案が日本側に投げられてきております。で、まあ、これについてどういうふうに、まあ、前に進めていくかと、まあ、いうことで、こういった予備的な話をしていきたいというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。またお二人とも出張終わった後はご報告をお願いすることになるかと思いますので、お気をつけてお願いします。から本当にこれが最後になりますけれども、実はその新安全基準といいますか、これはパブコメをやってまして、一応締め切りが終わったわけですが、相当数の数が上がっているということですので、その数だけじゃなくて扱いも含めてちょっと山田課長の方からご報告だけお願いします。はい、技術基盤課長の山田でございます。新安全基準に対するパブリックコメントにつきましては、2月の7日から2月の28日にかけてパブコメをやらせていただきました。デザインベース、シビアアクシデント、それから地震津波、それぞれについてパブリックコメントを実施をしておりますけれども、シビアアクシデントとデザインベースとシビアアクシデントにつきましては、総数といたしまして2700か2800ぐらい、これはメールでいただいている方々と、それからそれを重複してファックスでいただいている方々もいらっしゃいます。ちょっと数については、その精査はまだできておりませんので、実数についてはちょっとまだはっきりしておりませんけど、そういったような数をいただいております。それから地震津波につきましては1600ぐらいということで、合わせまして4300か4400ぐらいの数を今いただいておりまして、今その内容を確認をして、それへの対応についての検討を進めているところでございます。取りまとめまして、それぞれの検討チームにお諮りをして対応を決めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。福田委員と島崎委員とはまた対応をお願いすることになりますが、よろしくお願いします。それではちょっとだいぶ時間がオーバーしてしまいましたけれども、これで今日の会議は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。